ごめいじ小石のふたなり妄想講座。はい、お久しぶりです。ごめいじ小石です。皆さん、いきなりですが、ふたなりはお好きですか？近年、ふたなり好き人口はまるで勃起したチンポのように拡大を続け、今では老若男女が楽しめる趣味の一つとなりました。そう、ふたなり好きはもはや履歴書に書いているだけで企業の採用率も上がる、れっきとした趣味の一つとして確立されつつあるのです。しかし、その一方、未だにふたなりの良さを理解ができないという人がいるのも事実です。そこで、このコメージ小石がふたなりの良さを伝えていこうではありませんか。そう、ここに全人類ふたなりフリー社会を提案します。セクション1、ふたなりの共感性。いきなりですが、皆さんは女性器を見たことがありますか？どうせこんな動画を見ているやつなんて、漏れなく女性器がポップコーンの匂いがすると思っているメルヘン童貞どもに決まっていますが、確かに女性器は男性にとってピンとこないものがあります。この私ですら、小学5年生だった時、女の子ってお尻からおしっこ出るんじゃないの？チンコないのに他にどっからおしっこ出てくるの？と好きな女の子にしつこく聞いて、担任の先生に黒板消しクリーナーでぶん殴られたことがあるくらいです。 AV を見ても肝心なところにモザイクがかかっており、もしかしてモザイクではなく、こういう四角いものなんじゃないかと勘違いしてしまうのも仕方がありません。ですが、そんな童貞どもも自分のチンコなら毎日しごき上げていると思います。そしてチンコはなんてわかりやすい、しごいたらとりあえず気持ちよくなれる。そう、ふたなりは気持ちよさがわかりやすいのです。それこそがふたなりの第一にして最大の特徴、共感性です。二次元の美少女と三次元の童貞ブサイクキモオタヒキニート、本来共感できるものが何一つない二人が、気持ちよさを共感できてしまうのです。セクション2、ふたなりのギャップ。唐突ですが、皆さん、チンコのサイズはどのくらいでしょうか？どうせこんな動画を見ているやつなんて、タケノコの里に鰹節をひとまぶししたようなズタボロ方形短小チンポだとは思いますが、発想を転換して考えてみてください。小さいチンポ、美少女の一物だと思うと、途端に愛おしく思えてきませんか？例えば、機械仕掛けの古代兵器が花の美しさを伝えようと主人公たちに花を一輪手渡すような、そんなシーンに見覚えはありませんか？そしてそのギャップに感動を覚えたことはありませんか？そう、お嬢様キャラが方形チンポを恥ずかしそうに見せてくるシチュエーションや、まだあどけなさが残る少女がでっかいチンポを勃起させたりと、ふたなりは様々なギャップを楽しむことができるのです。本来はありえないはずの女性のチンポ、そのギャップと言い知れぬ背徳感から興奮を覚えるのは仕方がないことなのです。まるで一輪の花のようにけなげにそそり立つチンポ、今では失われつつある日本のおもてなしの精神を思い出させてくれます。自由度。皆さん、ふたなりでしこると聞くと、やはりエロ漫画やエロ同人誌なんかを想像するのではないでしょうか。
に私も東方の二なり本を毎日のように購入していた時期がありました。しかし自分が気に入るジャンルの二なり本が必ずあるとは限りません。イラストの好き嫌いやジャンルの狭さにより二なり二次創作を思うように楽しめないこともあるでしょう。だったら妄想で補えばいいのです。そう、これこそが二なり妄想講座の醍醐味、妄想で何とかしてしまおうというものです。何せ公式でこのキャラは二なりではありませんなんて言ってないのですから、今期の女性キャラも全員でっかいチップをギンギンにして毎晩しごいている可能性だってあるわけです。しかしやりすぎは禁物です。二なり好きがこじれてしまい、私の脳内で軽音のアズニャンにチンポを3本くらい生やしてしまったことがあります。ツインテールと合わせて5本になってしまい、映画館であいつキングギドラみたいなチンポの癖してユイとお泊まりして大丈夫なのかと疑問が芽生え、いまいち映画に集中できなくなってしまいました。盛りすぎには注意しましょう。ふたなり妄想講座はいかがだったでしょうか。皆さんもふたなり講座を見て、ふたなりが嫌いな人はふたなりが好きに、ふたなりが好きだった人はもっとふたなりが好きになったのではないでしょうか。こうして徐々にふたなり好きを増やしていき、日本をふたなり大国にしていこうではありませんか。ノーふたなり、ノーライフ。それでは良いふたなりシコシコライフを。シー